N 国党をぶっ壊して、民主主義を守る。はい、どうも、水木庵です。本日の、サブチャンネルの、動画なんですけれども、なんとですね、 NHK から国民を守ると、今日、市議会議員選挙、3つですね、投開票が行われました。なんと、0勝3敗でした。おめでとうございます。でね、これね、一つね、みんなに伝えたいことがあるんだよ。何かというと、実は、国政選挙の供託金を出してくれたら、市議会議員選挙であったりとか地方選挙に当選させるよっていう立花隆の、スキームが、これで、崩壊することに、なりました。はい、ということは、立花隆さんのね、これ選挙、スキーム、ビジネススキームが崩壊したということになります。で、これが本日の記念日でございます。ぜひね、我孫子市民の方、大田原市民の方、そして桶川市民の方、ありがとうございました。この国の民主主義を守っていただきありがとうございました。本当に、感謝で、ございます。はい、で、ぜひともですね、 NHK から国民を守ると、どういう政党なのかに関しましてはですね、ぜひとも、NHK から、国民を守る党で検索していただいて、いいところだけではなく、そして悪い面も、ぜひご覧になっていただければなというふうに、思っております。はい、まあ、てなわけで、NHK から国民を守ると、ぶっ壊して、民主主義を守る。以上、水木庵でした。どうもありがとうございました。じゃあね。